どうも、あきとです。過去問解説で2020年東大理系の第3問を見ていきたいと思います。問題はこちら。 XT イコール1プラス T ルート1プラス T、 YT イコール3 1プラス T ルート1マイナス T に対し、座標平面上の点 P XTYT を考える。1マイナス1小なり T 小なりイコール1における T の関数 XT 分の YT は単調に減少することを示せ。2原点と P の距離を FT とする。マイナス1以上1以下における t の関数 ft の増減を調べ、最大値を求めよう。3t がマイナス1以上1以下動くときの p の軌跡を c とし、 c と x 軸で囲まれた領域を d とする。原点を中心として d を時計回りに90度回転させるとき、 d が通過する領域の面積を求めよう。こういった問題となっております。今回は1から3まであって、本題としてはこの3番であるんですが、そのためのヒントとしてこの1と2が与えられておりますので、とりあえず1から順番に考えていきたいと思います。1番 t の関数 xt 分の yt、 これを考えるというふうに言っていて、 xt と yt については問題文の最初で与えられているので、とりあえずこれを書いてあげると、 xt が1プラス t ルート1プラス t と、 yt の方が3 1プラス t ルート1マイナス t で、 t の関数これを考えるんですけど、定義域についてはマイナス1より大きく1以下の範囲で考える、こういうふうに言っているよと。これはどういう範囲なのかというと、 t の関数としてこれが定義されるような範囲。今ルートがあるので混合ない条件、ルートの中 1-t0 以上で、分母の方のルート 1+t ルートの中0以上、あとは分数関数の形ですので、じゃあ分母の条件、分母のと0、今分母は 1+t ルート 1+t ということで、じゃあこの分母が0じゃないよと、それっていうのは 1+t のと0というふうに表されて、じゃあ今 1+t は0以上であり0でないので、 1+t っていうのが正の範囲。じゃあこの2つ同時に満たすような t の範囲考えてあげると、上側の方 -t イコーして t っていうのが1以下、下側の方1イコーすると t っていうのは -1 より大きいよと。それがこの範囲、つまり t の関数としてこれが定義されるような範囲全体において、この t の関数っていうのは単調に減少することを証明してください。こういうふうに言っているわけです。今これが単調現象であるということを言いたいんですが、もちろんこれは単調現象なので、じゃあ微分して計算した時にこの範囲において負であるよと、このことを言えばいいんですけど、例えばこのままの形でじゃあ小の微分計算するというのはちょっと大変ですので、じゃあちょっと整理するということを考えてみたいんですが、例えばここ 1+t 1+t かぶっているので約分して整理することができるよと。今 t に関してはマイナス1より大きい範囲で考えているので、 1 プラス t っていうのは正の範囲、正なので割ることができ、そうすると 3×、 残りがルート分のルートという形でルートの性質でルート1プラス t 分の1マイナス t、 こうまとめることができるよと。こういうふうな感じで約分してあげるとだいぶすっきりするので、じゃあこれを微分計算するというのであればそこまで大変ではないので、もちろんこれ微分して負であるということを確認してもいいんですが、ただ今この形で考えてあげると、ルートの中だけに t が現れていて他の部分には t は登場していないよと。でルートっていうのは増加関数、ルートの中が大きければ大きいほどルートの値大きくなるし、ルートの中が小さければ小さいほどこのルートの値も小さくなるよと。で今このルートなんとかっていう形が単調に減少するということを示したいんだけれども、それっていうのはこのルートの中が減少関数であるということを言えば OK です。今の話を図を使って表してあげると、じゃあラージ y ラージ x 考えて、ラージ y イコールルートラージ x、 このグラフっていうのはこんな感じで、これは増加関数ですよと。右に行けば行くほどルートの値も大きくなっているよと。で今このルートの中に1プラス t 分の1マイナス t、 これを入れるということを考えていて、また3倍のっていうのはあるんですが、3倍しても増加関数とか減少関数とかそういうのには影響を与えないので、とりあえずこのルートを考えてあげればいいよと。そうすると今ルートの中に1プラス t 分の1マイナス t というものがあって、で今これが減少関数だ、つまりこのルートの値っていうのはどん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 減っていくよと。 t 増加させていった時にこの値が減少していくということを言えばよく、でこのルートっていうのは増加関数、中に大きいものを入れれば入れるほど大きい値が出てくるという状況ですので、じゃあルートの値がどんどん小さくなっていくっていうのはこのルートの中身がどんどん小さくなっていくよと。なのでこのルートの中、このシンプルな分数関数が減少関数であるということを言えば OK です。そうするとじゃあ今この分数関数を考えればよいということが分かり、で今これ1次分の1次という形ですので、じゃあこれは分子の次数下げを行うことができ、 1-t÷1+t、 例えば筆算とかを使って計算してもいいんですけど、
今こう t に対してここマイナス t ですので、小に関してはマイナス1というふうに確定し、で今これ1式で割るということを考えているので、ここに余りが来るんだけど、それについては常用の定理を考えてあげれば計算できるよと。 1-t に対し t イコール -1、 1プラス t が0となるような値をこの分子の方に代入したのが1プラス t で割った余りですよと。 t イコール -1 とするとマイナスかっこマイナス1というふうになるので、これ1プラス1で2ですよと。なのでこれで余りの部分2というふうに計算できるよと。もしあれだったら 1-t で1プラス t でマイナス1でマイナス 1-t で引くとこう2ということで、ここがマイナス1、余りが2というふうに計算してもいいんですけど、とりあえずこれで1次分の1次分子の次数下げ成功し、こうするとじゃあこの中の分数関数グラフを書くことができるよと。まあグラフは書かなくても今単調に減少するということを言いたくて、今 t ってのはマイナス1より大きいので分母は正、分母が正の範囲においては分母が大きければ大きいほど割る数が大きくなるので値としては小さくなるよと。で分母が小さくなればなるほど割る数小さくなるので大きい値になるということは、 t 大きくなればなるほどこの値小さくなっていくので、まあ、それで単調に減少するということが言えますし、一応イメージとしてグラフを書いてあげると、横軸 t に対しじゃあこのルートの中、今このルートの中が減少関数だということを言えばよく、で今ここマイナス1ですので、ここマイナス11プラス t 分のですので、じゃあ t イコールマイナス1書いてあげて、で t はマイナス1より大きい範囲ですので右側の方考えてあげればいいよと。で今ここの分数の分子の方プラス2ということで、分子の方が正ですので右上と左下にあるような形なので、状況としてはだいたい書いてあげるとこんな状況になっていて、マイナス1より大きい範囲で1以下、t イコール1とすると、この分子の次数下げする前の方が見やすいんですが、 1-t が0になるので10を取っているよと。なのでマイナス1より大きく1以下の範囲で考えていくと、 t の値を大きくしていくとこの値っていうのはどん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 減少しているよと。なのでルートの中は減少関数、じゃあルートとっても減少関数だということで、これで括弧1番証明することができました。じゃあ今度括弧2番見ていこうと思いますが、括弧2番、原点と P の距離を FT とするというふうに言っていて、でこの FT の増減を調べて最大値を求めてくださいというふうに言っているので、とりあえずこの FT 具体的な形でまずは表すということを考えようと思うんですけど、じゃあ今 FT っていうのは原点、これ O というふうに書くことにして、じゃあ P に関してはこれは問題文で与えられていて、 X 座標が XT、 Y 座標に関しては YT、この点を考えているよと。で原点とこの P の距離、これを FT とするというふうに言っていて、でこの増減を調べて最大値を求めてください、こういうふうに言っているよと。じゃあとりあえず FT 調べていくと、もちろん FT イコールルート XT2 乗足す YT2 乗でいいんですが、一旦 FT の2乗が XT の2乗を足す YT の2乗を、一旦これを計算してみようと思うんですけど、もちろんルートの中はこれだということでルートの中計算していってもいいんですが、ただ今ルートの中にこのルート含んでいるも2乗とかなってちょっとごちゃごちゃするので、一旦これを計算していくと、まず XT の2乗を、これが1プラス T の2乗を、でこのルート2乗ですので1プラス T で足すことの YT の方の2乗を、32乗で91プラス T があって、これの2乗をでルート1マイナス T2 乗してルートが消えて1マイナス T ですよと。今これ1プラス t の2乗をかぶっているので、これでくくってあげると残りが1プラス t というものが前半の方から残り、後半の方から q が残ってかっこ1マイナス t と。今これ1プラス t なんですが、再ひっくり返して t プラス1の2乗をこう書くことにして、ここの部分が1たす t を展開してプラスの q マイナスの 9t と。ということはこれが10マイナス 8t。でこれマイナス2でくくることができ、くくってあげると 4t マイナス5というふうになるので、じゃあこれマイナス2出してあげれば、マイナス2括弧 t プラス1の2乗をで残りの部分 4t マイナス5ですよと。今ここの部分 ft2 乗しているんだけどマイナス2というものが出てきてちょっと気持ち悪く感じる人もいるかもしれませんが、ただ今範囲に関しては今これマイナス1乗1以下で考えているよと。マイナス1以上1以下において 4t マイナス5というものはこう符でかけて、でここを正というふうになっているので問題があるわけではないよと。今これに対しじゃあ ft というもの
これは原点からの距離を表しているので、距離なので0以上なので、2乗して項でプラスマイナスルートのうちのプラスルートの方でマイナス2括弧 t プラス1の2乗を 4t マイナス5、とりあえずこんな ft を考えていくよと。で、今これの増減を調べてくださいというふうに言っていて、例えばこれルートの中に2乗あるので、これをルートの外に出すことができ、そうするとルートの中が1次関数の形になるので、じゃあ ft ちょっとシンプルな形になり、増減調べたいので微分して増減表を書いてという感じで、もちろんやっていっても OK なんですが、さっき括弧1のところで、じゃあルート入った形で単調に減少する、まあ、増減の中でも単調減少だということを確認し、それと同じ発想を当然ここでも使うことができるので、ルート含んだ形よりもこのルートの中の3次関数で微分計算し増減調べる方がちょっとは楽だろうということで、じゃあここではこの ft の2乗、つまりこのルートの中 gt と置いて、でこのルートっていうのは増加関数ですので、この gt の増減と ft の増減っていうのは一致しているよと。じゃあこの gt について考えていくと、じゃあこれ微分すれば、今これ積の形で積の微分、左微分すると2が降りてきてマイナス4の t プラス1、右そのままの 4t マイナス5、マイナス2の t プラス1の2乗を、で 4t マイナス5、こっちの微分が来て、これっていうのが4ですよと。で、今これマイナス4があって、ここにマイナス4があるのでマイナス4でくくれて、あとは t プラス1持っているのでさらに t プラス1でくくれるよと。こうすると残りが 4t マイナス5、そしてこっち側の方マイナス 4t プラス1でくくっているので、じゃあこっちの方から符号がプラスで2がまだ残っていて、で t プラス1の2乗なんだけど1個分くくっているので1個だけ残っているよと。こうすると 4t マイナス5で、ここの部分が 2t で展開してプラスの2ということは、これ足すと 6t マイナス3、今ここ整理していて、これは 6t マイナス3ですよと。でこれ3でくくれて、そうすると 2t マイナス1なので、この3さらに出してあげればマイナスの12と、マイナス12t プラス1、残りが 2t マイナス1と、これで増減が分かるよと。今範囲に関してはマイナス1以上1以下で考えているので、この範囲で増減考えてあげると、 t っていうのが今マイナス1点点点、今このグラフとしては上に凸の放物線と、今この g't っていうのは t の2次関数で、で今ここマイナス12なので上凸ですよと。でこっちがマイナス1、こっちの方が 2t マイナス1ですので2分の1と。で範囲としてはマイナス1以上1以下ですので、つまりこことここの間のこの部分で考えているよと。符号としては最初の方がプラスで、ここの2分の1の瞬間で切り替わってマイナスに変わるよと。なのでマイナス1点点点2分の1点点点1というふうになり、g't 符号としてはこれプラスマイナスというふうに変わっていくので、じゃあ増加減少というふうに変わっていくよと。ここの値結局例えば最大値まとめてくださいというふうに言っているので必要になるから調べておくと、 t イコールマイナス1の時この形で今 gt こういうふうに置いているので代入してあげるとちょっと計算しやすく、 t イコールマイナス1とするとここが0ですので0ですよと、t イコール2分の1とするとマイナス2というものがあり、かける t プラス1っていうのが2分の3、これの2乗で 4t マイナス5というものがあって、 t イコール2分の1なので4倍すると2、5を引くとマイナス3になるよと。マイナスマイナスでプラスに変わり、結局ここの部分2、3が6と、なのでここの部分が2分の3の2乗かける6と、結局今この GT の値を求めたいわけではないので、このぐらいの情報でとりあえずはよく一旦先に進めていくと点点点1でここから下がっていくよと。で1というふうにするとここの部分っていうのがマイナス2かける t イコール1とすると、これ1たす1で22の2乗をで t イコール1としているので4引く5でマイナスの1だから符号が変わるよと。つまりここの部分2かける2の2乗というような形と。じゃあこれで今 GT に関する増減が分かったよと。で今知りたいのは FT の増減、つまりルートの中が GT でこの GT にルート取った関数の増減を知りたいよと。でもルートっていうのは増加関数ですので、この増減の動きとしては全く同じ状況なので、 FT の増減どうなるのかというと、 t-1 点点点2分の1点点点1に対し、じゃあ FT の増減としては GT が増えて減っているので
増えて減るという挙動に関しては同じ。この値ルート取るだけで、じゃあマイナス1の瞬間ルート取って0、2分の3の2乗ですので、ルート取ると2分の3で、6はそのまんまなので、じゃあこれっていうのはルートを取っているからルート6として残るよと。2分の3ルート6で、1の瞬間っていうのは 2×2 の2乗、これルート取ってあげると2の2乗ですので、それが前に出てきて2ルート2ということで、この FT の増減こういうふうになっているよと。で、今この FT 増減調べ終わり、あとは最大値を求めてくださいというふうに言っているんですが、この最大値に関しては上がって下がっているので2分の3ルート6、これが最大値ですよと。一応 T の値としては T これ2分の1の瞬間で、原点からの距離最大で、最大値これですよと。これでカッコ2番おしまいです。今度はカッコ3番見ていきたいと思いますが、カッコ3番 T がマイナス1以上1以下を動くときの P の軌跡を C とするよと。で、C と X 軸で囲まれた領域を D とし、原点の中心として D を回転するというふうに言っていて、まあ、とりあえずこの C とか D とか分かんないとその後の状況分かんないから、とりあえず C と D 考えてみようと思いますが、とりあえず C に関しては P の軌跡、これ C としているよと。 X 座標は XT、Y 座標は YT というふうにした時のこの P の軌跡知りたいよというふうに言っていて、これは T でパラメータ表示されたこの点の動き、その軌跡になりますので、じゃあ XT、YT、おのおのに関して調べてあげればよく、今 XT っていうのは今これ 1+t ルート 1+t で 1+t で被っているよと。結局これ 1+t の1乗の2分の1乗ですので 1+2分の1乗と、つまり2分の3乗、指数法則を使ってこうまとめることができ、ということは X'T これの微分っていうのがどうなるのかというと、2分の3が降りてくるよと。2分の3で 1+t の2分の3から1引いてあげた2分の1、つまりルート 1+t これは残っているよと。これが X'T で、 Y'T 調べてあげると、今これに関しては今この形で 1+t と 1-t で揃っていないので、こっちに関してはじゃあ積の微分使って計算をしてあげると、 Y'T というものをまず左微分として、じゃあこっち微分すると 3×ここ微分して1で、ルート 1-t とで足すことの左そのままの3 1+t で、右微分とルート 1-t の微分、これ 1-t の2分の1乗の微分ですので、かけることの2分の1の 1-t の1個減ったマイナス2分の1乗かける中の微分で 1-t の微分がかけるでさらに来るよと。ということは 1-t 微分して -1 なので、ちょっとごちゃごちゃしているんですが、とりあえず今これが来て整理すると、3√1-t、一旦ケース見てあげると今この部分符号がマイナスで2分の3というものがあって、で 1+t というふうになっていて、で今ここの部分が 1+t のマイナス2分の1乗ですので、ルート 1-t 分の1と、マイナス1乗分が分の1、2分の1乗がルートですのでルート分の1というふうになるよと。なのでこれで y't 計算することができ、で今これルート 1-t 分のという形でまとめてあげれば、今これ3ルート 1-t かけているので 1-t で、さらにここ2というふうにしてあげて、これも含めてまとめていくと2倍しているから、ここは6と、今2ルート 1-t 分の6 1-t で、引くことの今2ルート1-t 分のですので、こっちはそのまま3の1+t これでいいよと。ということは2ルート1-t 分の今これに関しては 6-6t で -3-3t というふうになっているので、 3-9t ですよと。3でくくってあげれば残りとしては 1-3t というふうになっていて、3分の1の前後で符号が変わっていくよと。ちなみに今これ y に関してそのままルート含んだ形で微分をしましたが、この y の増減を調べるんだったら、このカッコ1とカッコ2でやったように3√1-t、1+t の2乗を、で、このルートの中微分してというふうにすれば、この y に関して増減調べられるので、そっちでやっても OK なんですが、まあ、とりあえずここでは今点 xy、この動き調べていくので、そのままの形で計算し、こうすると今 t の動きとして、-1、ここから始まって、で1の間動いていき、で変わるポイントとしては、今この x't に関しては、これが常に0以上ですよと。
マイナス1の瞬間だけ0で、それ以外は正ですので、まあ、つまりこの点ではずっと右の方に動いていくよと、左右の動きでいったときに。で、あとこっちの y の方の切り替わりポイントとしては、これは 1-3t が0の瞬間ですので、3分の1。あとは1までというふうに言っているので、こうと。ということは、今 x't の動きとしては、最初は0で、後に関してはずっと正ですので、つまり xt の動きとしては、これはずっと右の方に行くよと。今この点 P の左右の動きだけに注目するとずっと右の方に行くということが分かり、じゃあ y't としては今これ3分の1が切り替わりポイント で今他のところに関しては全部正ですよと、まあ、1の瞬間に関しては分母0になってこれは微分できないんですけど、それ以外の瞬間に関しては基本的に残りのところは正ですよと。で3分の1の瞬間があって傾き -3 ですので、こんな状況と。つまり符号としてはプラスからマイナスに変わっていくので、プラスマイナス間で0と。つまり yt、 この点 P の上下の動きで行った時に上に上がって下に下がっていくよと。なのでじゃあこの点 P の動きで表してあげると、まずマイナス1と3分の1の間においては右上に動いていくので、右上で3分の1を境に右下に動いていくので、右下と。最初マイナス1の瞬間っていうのはこの P の座標っていうのは t イコールマイナス1とすると、ここは0、0というふうになり、で3分の1の瞬間で上のピークに達し、で最後1というふうにすると y に関してはこれは消えて0というふうになり、じゃあ x の方 t イコール1とすれば2ルート2というふうになっているよと。なので今のこの点 P の動きとしてはどうなっているのかというと、今これ最初原点からスタートするよと。これが t イコールマイナス1の瞬間で、 t イコール3分の1の瞬間、 t イコール3分の1の瞬間で上の方のピークに達しているよと。ざっくり書いてあげると右上の方に行って、でそこから右下の方に行って最終的に2ルート2、0というところに行くよと。これが t イコール1の瞬間なので、増減だけの動きで言うと上がって下がるよということで、こんな感じの山のような状況になっているよと。で今この軌跡をシートするというふうに言っていて、でこれと x 軸で囲まれた領域なので、とりあえず雑に書いてあげると、今ここの部分 d というふうにしていて、でこの d を原点を中心として時計回りに90度回転させるというふうに言っているので、右回りの方、こっちの方に90度回転させるよと。なのでここの点っていうのはざっくり90度回転して、こうこの点っていうのはこんな感じで、最終的にこんな感じに移っていき、じゃあ大体こんな感じの動きになっていて、でこの部分の面積を求めてください。こういうふうに言っているわけです。今この D というものを時計回りに90度回転させるという状況を考えていて、こういう回転を考える上で大事な情報っていうのは、この回転するところ、今回で言うと原点、この中心、ここからの距離が最小のところと最大のところ、それは重要な情報になってきて、今とりあえず原点を通っているので、最初のところはこれ原点なのでずっとここはあり、で大事になってくるのは今回で言うと距離が一番遠いところ、つまり D っていうのがこの内部の方を表していて、で境界っていうのがこの C のこの上側の方ですよと。じゃあ今この C の部分で原点からの距離一番大きい瞬間っていうのが大事な情報になってくるんだけど、これに関しては括弧2番で最大の状況っていうのを調べていて、 T イコール2分の1ですよと。なのでこの括弧1とか括弧2とか使ってあげると、もうちょっと必要な情報っていうのが分かって、それを使ってこの面積調べていくことができるよと。なので今 C とか D とかちょっと雑に書きましたが、この括弧1括弧2の情報を踏まえてもうちょっと丁寧に書いていくと、とりあえず上がって下がり、 t イコール3分の1で最大、 t イコール2分の1で原点からの距離っていうのが一番遠くなっていて、あとは括弧 1x 分の yt、 これが単純に減少する、こういうような情報をまとめて、じゃあ一旦この C 書いてみることにすると、じゃあ今から図形的な情報を考えていくので、ちょっと大きめに書こうと思いますが、今横軸 x 軸縦軸 y 軸として、じゃあ今ここの部分0で t イコール -1 の瞬間原点にあるよと。で t イコール3分の1の瞬間っていうのが、これ一番上側の方に来るような瞬間があるよと。t イコール3分の1と。で、最終的に t イコール1の瞬間でここら辺に来ているよと。t イコール1でこれが2ルート2の瞬間。で、上がって下がっていくよということなんですが、まずこの曲線どういう状況なのかというと、括弧1番で xt 分の yt と。今 xt 分の yt って何かというと、p、ここの x 座標っていうのが xt、y 座標っていうのが yt、で、x
XT 分の YT っていうのは横の移動量分の縦の移動量、つまりこの括弧1番のこの関数っていうのは OP の傾きを表しているよと。この OP の傾きっていうのは T の関数として考えたときに減少関数ですよと。つまり T が増えていくと傾きはどん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 減っていく。傾きが例えば増えていく状況っていうのは、例えばこんな感じで P が動いていくと傾きが最初0の状況からだんだん2分の1、1という感じで増えていくよと。で、傾き減っていくっていうのはどういう状況なのかというと、例えばこんな感じで最初大きいんだけれども傾きはだんだん緩やかで傾き1、傾き2分の1という感じになっていくよと。つまり下凸のような状況っていうのは傾きは増加していく、上凸のような状況っていうのが傾きは減少していくよと。なので括弧1番から上凸のような状況になっているということが分かり、ということは上がって下がるんだけれども上凸のような感じになっているから傾きがどん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 減少しているよと。なのでざっくり書いてあげるとこんな感じの状況と。最初傾きに関してはもうちょっと丁寧に書くと、この括弧1の関数 t イコールマイナス1に近づけると無限大になるので、最初の方はほぼ真上を向いていて、そこからだんだん傾き減っていくよと。ここ2点結んだ時の傾きどんどんどん減っていって、で最終的に傾き0のところに落ち着いていくよと。とりあえず括弧1からこんな状況、つまり上凸のような状況になっているということが分かり、で括弧2番原点とこの p の距離、これ最大の瞬間っていうのが t イコール2分の1ですよと。 t イコール2分の1の瞬間、今3分の1がここですので、ここを超えてさらに原点からの距離っていうのはここまで増えているよと。もうちょっと細かく増減調べていって、原点からの距離どん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 増えていき、ピークに達し、ここから先どんどん減少していくよというような状況を、とりあえずここの部分っていうのが原点からの距離最大の瞬間になっているよと。こんなことが分かって、で今この距離っていうのが2分の3ルート6ですよと。じゃあ括弧1括弧2の情報を踏まえて考えてあげると、こんな感じに図を書くことができて、で今これで C っていうのがある程度分かって、とりあえずこの軌跡っていうのを今 C というふうにするよと。で今これと X 軸で囲まれたここの部分、今これを D とするよと。でこの D っていうのを原点を中心として90度回転させるよと、こういうふうに言っていて、じゃあこういう回転において原点からの距離、最小なのが原点で、一番遠いのがこの2分の1の瞬間。じゃあここをまずは考えてみると、ここの線分の動きに注目すれば、今これ90度回転させるので、じゃあちょうどこっちの方で90度取ってきて、この距離っていうのが同じだけ取ってきてあげれば、ここの線分の動きっていうのは単に90度回転させるだけですので、この感じの扇形になっているよと。今この分線分として90度回転させると、ちょうどこんな感じで動いていて、でここが距離最大ですので、例えばここら辺の点っていうのは距離がもうちょっと近い状況ですので、例えばこの点っていうのはこの内側の方、扇形の内側の方を通って移動していくだけですので、なのでこういう距離が最大の情報っていうのは大事なところ。とりあえずここの扇形の部分っていうのは一番遠いところの動きとして大事なもので、とりあえずここの部分、この線分が通過する部分ですよと。今この D に関しては内部含んでいるので、例えばここら辺の点に関しても動くとこうなっていて、この線分全体動かしてあげるとこんな扇形ですよと。もちろんここだけじゃなくて残りの部分動かしていくと、例えばじゃあここら辺の点考えた時に、この点の動きっていうのは最初の方はここの中に含まれているよと。最初の方はこの中に含まれているんだけど、ただここの点っていうのはここから先もうちょっと遠くに行くことができ、例えばだいたいここら辺になっているよと。今ここの部分、じゃあここのちょっと最大のところからさらに残りのここの部分の動き考えてあげると、それっていうのはだいたいこんな感じになっていて、ここの残りのこの部分の曲線っていうのがちょっと90度回転させるとこう来るんですが、例えばこの点っていうのが90度回転させてあげるとちょうど同じ位置に当たるここら辺に来ているよと。じゃあここの動き考えてあげた時に、最初の方に関してはこの最大のところに含まれているんだけど、最後の部分、この部分に関してはこの扇形来ることはできないよと。なのでここに関してはここまで来ることができるという意味で大きな影響を与えていて、で今距離っていうのはだん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 小さくなっているよと。なのでここの点っていうのは残りの部分に比べた時に、ここの中において原点からの距離一番遠くなっているのがこの点ですよと。なのでこの線分の動き同様に考えてあげると、こう基準とする90度の扇形という感じになっていて、でそこの部分影響力ここまで持っているよと。で原点からの距離どんどん小さくなっているので、影響力というのはだんだん小さくなっていて、
まあ、つまりここの部分っていうのは90度回転させてあげると、そのまま同じものがここに来ているよと、今こういう状況になっていて、あと残りの上側の部分に関しては原点からの距離、これより小さい瞬間ですので、回転させても機器はここら辺に含まれているよと、この最大の瞬間の中に含まれているので、ここに関しては回転して影響を与えることはなく、最初のこの部分だけ残っているよと。原点からの距離に関してはどんどん増えていくだけですので、なので例えばここら辺の点っていうのがどっかより遠くの方行くみたいなことはないよと。それよりもここの方が遠いので、回転させてもどんどん遠いところがこっち側の方にあって、これは中にすっぽり埋まっちゃうよと。なので今回ちょっと図形的な把握が必要ではあるんですが、90度回転させてあげると、今ここの部分回転して、結局ここの部分の扇形と、あとここの部分に関してはすっぽりここに残っているよと。原点からの距離、ここから先はどんどん小さくなっていくので、影響力もどんどん小さくなって、残りの部分考えていくと、全く同じ状況ではここに残っている。で、今この面積を求めてくださいというふうに言っているんですが、じゃあこれに関しては、とりあえずここの部分の黒の扇形、これ扇形ですので、比較的簡単に調べることができる。で、あとは、じゃあここの部分、今これ全体の面積知りたいんですが、ここの青の部分と、あとは上側の部分の、この赤の部分と、あとはこの扇形足してあげればよくて、で、この扇形に関しては、π かける距離は括弧2番で調べていて、2分の3ルート6。で、これの2乗を、π、これが距離ですので、半径の2乗をかける、今これ90度回転ですので、円1周のうちの4分の1の部分と、90度ですので4等分したうちの1つですから、これがここの扇形の面積、足すことの残り赤足す青、ここの面積足してあげればよく、で、この回転させるこの前の状態と回転させた後の状態2つ残っていて、このままでは考えにくいんですが、これに関してはこの青の部分っていうのは90度回転させる前のこの部分っていうのが全く同じ状況として、この回転させた後も残っているよと。ということは今赤足す青を考えたいんだけれども、それってのは結局ここの部分、つまり曲線 C っていうのが今ここの部分と、あとは青の残りの部分、これが曲線 C ですよと。曲線 C と X 軸で囲まれる部分の面積ですので、じゃあ積分使って書いてあげると、0から今ここの部分、最終的な t イコール1の瞬間っていうのは2ルート2でした。0から2ルート2で ydx と X 軸と囲まれる部分ですので、 y たちを積分していくよと。X について0から2ルート2までこの Y たち積分していけばよく、じゃああとはこれを計算すればいいよと。なので、じゃああとはこの積分計算をしてあげればおしまいで、まず最初の方、これどうなっているのかというと、 π かける2の2乗で4、3の2乗で9、かけるルート6の2乗で6、かけるあとは4分の1っていうのがあって、足すことのここの積分に関しては、0っていうのは t イコールマイナス1の瞬間、一番最初の状態で、2ルート2っていうのは t イコール1の瞬間、今 xt yt に関してはこう表されている状況ですので、これで置き換えしてあげると、 t がマイナス1から1にかけて、これ x は0から2ルート2までいくよと。 x イコール1たす t、 これのルート1たす t で2分の3乗こう置いてあげると、 y っていうのが3の1たす t ルート1マイナス t で、今ここの部分に、今もともと dx だったんだけれども、dx っていうのはこれの微分、つまり2分の3っていうのが来て、これの2分の1乗 dt が来て、ここの範囲とか、あとはこの dx の部分を忘れずにちゃんと置き換えてあげると、2分の3、これっていうのがルート1プラス t の dt ですよと。ということは、今これどうなったのかというと、マイナス1、1、2分の3、2分の3で2分の9、で、1プラス t、で、ここルート、ルートで、ルートの中が1マイナス t と1プラス t、ワトサの積で1マイナス t2 乗と。なので、この積分を計算してあげればよくて、で、今これマイナス1から1の積分なので、じゃあ偶関数、奇関数の性質が使えるんじゃないかと。t2 乗っていうのは偶関数、1-t2乗も偶関数、ルートとっても偶関数ですので、この分は偶関数、あと1ってのは偶関数で、プラス t という奇関数で、じゃあここの分分けてあげれば偶関数と奇関数に分けることができるよと。マイナス1から1の2分の9、1の方の展開考えてあげれば、ルート1マイナス t2 乗 dt 足すことのマイナス1から1の2分の9、
t の方のルート 1-t2 乗の dt とこう分けてあげると偶関数、こっちの方が奇関数というふうになり、まず前半の方に関してはこれは偶関数の性質で2倍のインテグラル0から1で2分の9ルート 1-t2 乗と、ここが偶関数ですのでこうなり、で偶関数かけ t という奇関数ですので奇関数の積分、これっていうのは0になるよと、マイナス1から1符号を変えた状況ですのでここは0と、ということは今結局ここの部分だけ残っているよと、ここが0ですのでこれが残り、じゃあ今ここの部分っていうのはここに来ていて、今これ2、2で約分されて9が出ていて、0から1のルート 1-t2 乗 dt、 あとはこの計算だけ残っているよと。じゃあ、あとはこれを計算していくと、まず前半の方の分数があって、ここに関しては2で3というふうに約分されるよと。つまりこれが8分の9327、8分の27倍足すことの9の、今ここの部分の積分っていうのはどうなっているのかというと、9のこれは面積を考えてあげれば、ルート 1-t2 乗、これは原点を中心とする半径1の単位円と、1-1 でこれの0から1の部分、つまりここの部分の面積を表しているよと。ということは πr っていうのが1半径 1π かける1の2乗をで円4分の1の部分ですのでかける4分の1と、ということは8分の27倍足すことのこれ4分の 9π と、4分の 9π これ通分してあげるとこれ8分の2倍して18π と、8分の 18π 足す8分の 27π ということは8分の27足す18でこれが37足す8ですので 45π と、8分の 45π ということでこれで括弧3はおしまいです。はい、ということで今回は2020年東大理系の第3問を見ていきましたが、括弧1から括弧3まで丁寧な誘導がついているので、この括弧3番に関してもそこまで考えにくくはなく、それぞれの処理に注目したときに、まあ、ちょっと計算量は若干あったり、処理しなければいけないこと、トータルで見ると若干多いところであるんですが、ただ括弧1番、減少関数であるということを示す、落ち着いて計算して整理してあげればすぐ、これに関しては微分して計算してもいいし、括弧2番に関して、これは普通に原点からの距離調べて、微分して増減調べて、最大値調べるだけですので、この括弧1、括弧2に関しては基本的な処理、で括弧3番、これパラメータ表示されたこの点の軌跡を調べるよっていうのも基本的な話で、それをやってあげて、そうすると図示することはできるよと。あとは括弧1括弧2の誘導の意味、そこを汲み取る力は必要ではあるんですが、まあ、回転させるよということで、距離が最大のところが大事な情報を、じゃあそれを踏まえて、あとはこの括弧1の意味に関しては落ち着いて考えてあげれば傾きというふうに考えることができ、まあ、それも合わせて考えてあげると、じゃあ通過する分どういうものなのか、必要な情報は誘導で調べているので、また落ち着いて積分計算してあげれば OK。 なのでトータルの処理としてはやらなければいけないことは若干多いところであるんですが、一つ一つは基本的なところでありますので、特に東大であり、特に他の第4問か第6問の処理の難易度とか比べた時には、この問題はあんまり落としたくない問題なのかなという印象であります。今回はこんな問題を見ていきました。また見てください。バイバイ。